株式会社 FC チャンネルも、なんすか？上場した方がいいんですか？12月10日土曜日に FC 本部の作り方と FC の選び方のセミナーを2つやります。詳しくは LP を見てください。気合を入れて資料を作ってますんでご期待ください。竹村さんが家でもともと勤めてたベンチャーリンク時代の本を発見してきた。はい、これね、この本、ベンチャーリンクにいた方は覚えてるかな。これは売ってる本じゃないんですよ。要は15周年企画として作って配られた本なんですね。はい、で、まあ、これ出してきた理由はね、はい、いつだったか林さんと、やっぱり今ね、株式会社フランチャイズチャンネルっていうのは、まあ、ベンチャーリンクみたいになってるだろうみたいな、はあ、そういうことを言われてくるわけですね。ほうほうほう。まあ、要はベンチャーリンクと同じようなことをやっていくんじゃないかと。ほう。まあ、その裏にはね、ベンチャーリンクと同じように上がって下がるんじゃないかと、はあ、いうことを言われてるんだと思うんだけど、はい、でもういろいろ林さんには話をしてるけど、やっぱりこれもね、この本はすごい、やっぱ歴史ですよ。すごいね。むちゃくちゃ細かくできて書かれてて、最後数字も正確なデータが、いかにベンチャーリンクっていうのが、まあ、こうやってどういう形で利益を上げたのかとか、その全部出てる。へー。で、売る目的とかじゃないから、完全にそのデータだよね。本当だ、すごい。でこれは今日持ってきたから、ちょっと一回読んでもらいたいですね。はい。うん、で、まあ、読んだ上でまたちょっといろいろ質問していただければなと思うんだけど、ね、ただね、これでまずね、僕出してきてみて、なるほどなと思った、はい、前提として一番最初に書いてあると思うんだけど、はい、この情報サービスからフランチャイズファクトリー、はい、もともとベンチャーリンクっていうのはフランチャイズでも何でもない会社なんですよ。地域の銀行をネットワークして、地域の中堅中小企業を活性化しようって、その情報サービスから始まったの。で、僕が入ったのは小林会長、当時社長がサンマルクを成功させて、次ガリバーでフランチャイズ支援企業になるよっていう、まあ、そのセミナーを聞いて入社したんだけど、入社した時にはなんていうのは、もう本当小島で、完全にもう銀行関係の方がもう、なるほどね。で、その時その銀行関係のビジネスの方がうまくいってなかったのよ。で、そこから、だから業績は悪かったの。お、まあ、そういうことも書いてある、こう低迷期みたいな、うんうんうん、でそこからサンマルクでうまくいかせて、そこで一気に FC じゃなくて、うん、少しこう試行錯誤する期間があって、まあガリバーに行く。でそこからまあ一気に伸びていって、このフランチャイズファクトリーっていうのは、これを言った時には頂点だよね。なるほどね。もうベンチャーリンクという会社がフランチャイズを成功させる機能すべてを持って、お工場のように、もうこれは企画大量生産、は企画大量生産、工場ってそういう意味だからね。そうだね。スタンプを押すように成功、はそんな FC が出ていくというね。めちゃくちゃすごいね、そんなね、うん、その頂点の時にできてるわけですよ。じゃあこれはあの没落期は書いてないのね。ないは。ただね、でこういう言い方をして終わるのもなんなんだけど、はい、で僕これいつ で2002年なのね。は2002年の1月27日、はい、ロンドンへの機上にてと、はい、おいうことでね、はい、小林さんがロンドンに行く飛行機の中でこの始めにを書いたと、はいうことなんだけど、そこで今度は僕のね、あの歴史で考えてみると、実はこの2001年、うん、2002年、これはちょうど僕があの首都圏のマネージャーをやってる時期で、はい、浅野さんとか部下にいた時期です。ほうほうほう。でその時にはね、僕は若干これはこのまま続かないなって思ってたんですよね。凋落の傾向を感じてたの、うん。でその時進めてたフランチャイズのブランドは何だったの？いや、だからそのガリバ、あ、牛角とかその辺はもう終わっちゃってて、おうおうおう、うん、牛角の残りがというか、あ、だからこのね、2001年っていうのは最高益を達成するわけよ、うん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 、でこれはもう逆に言うと、その前の年の成果で営業成果が出たっていう、うんうんうん、だから変な FC でも売れちゃったんだよね。なるほどね、うん、それをね、その営業力とか、やっぱりベンチャーリンクっていう会社 この SV の力っていうふうに勘違いして売ってしまったっていう。で、そう売ってしまってる状況って、まだおそらく小林さんには伝わってない、うん、僕は営業のマネージャーなんで、その前の年に比べたら売りにくくなってたんだ。なるほどね。でも数字を合わせることはできたんだ、うん、だからとにかく売ってこいって言ったら売ってこれた。なるほどね。そこから無理が始まるわけよ。なるほど、うん、なので、まあ、僕はそういうのを感じるのは
早いタイプだと思うんで、うんうん、なのでね、まだ株式会社フランチャイズチャンネルってこれで言えばね、本当まだ黎明期なんですよ、ね、だって別にね、だってベンチャーリンクの頂点は年商いくらよ、ね、400億、500億だったもんね、うん、うち行っても3億、4億でしょうっかり5億ぐらい行くかもしれないけど、そんなのもうベンチャーリンクなんかと比べないで、もうそんなもん全然全然、いやただね、うん、やっぱりこの発想として学ぶべきところはたくさんあるんで、うん、まあ、そうだし、うん、あとそういう風にうまくいってちゃったから次のもうまくいくよって言って無理やり売ってないからね、そういう反省ね、あの全くあの営業してないです僕たち、加盟説明会してもしよかったらって感じでね、こっちから強引に営業もしてないし、ね、うっかり僕のコインランドリーみたいに3000万ぐらいなくなっちゃうかもしれないですよ、それでもいいですかって言ってるわけですから、そうそう、昨日もね、そう、ちょうどイエローキャブのね、はい、説明会やってきましたけど、ね、ひょっとしたらうまくいくかと思いまして僕も言ったからね、うん、そうだし、岩井さんも、ね、もし手っ取り早く早く効率よくお金を稼ぎたいならイエローキャブじゃない方がいいですよって言っててもね、うん、そう、そう、だからイエローキャブですって言うのかなと思ったら、ね、ね、あそこはやっぱり岩井さんの、あそこがいいよやっぱ、うん、だけどどちらかというと、もともと岩井さんはもともと応援団だと、演劇とかにすごいハマってたと、だからそういう芸能とか、ね、そういう若者を応援していきたいって気持ちがずっとあるんだと、うん、そういう気持ちになる人一緒にやりましょうっていうのはこれがいいよ、加盟開発として、うん、そうとうとう、あのね、本当昨日は岩井さんがどういう話するのかすごく興味あったの、うんうんうん、最初なんか自己紹介でその話をしてどうつながるんだと思って、最後ちゃんと回収するところがね、すごいよね、うん、なんでね、さすが岩井さんのね、東海地方で一番の進学校出身なんだって、なんで学歴の始めを話すのってことは全て回収されてるからね、うんうん、そこら辺演劇にいてとか言ってどうなってんだと思ったらちゃんと最後全部回収するっていう、さすがの岩井さんのね、ノーパワポの素晴らしいあのフランチャイズ説明会ですね、うん、だからそういうふうに理念に共感してそれでもいいって思ってくれる人っていうふうにやってるから、なんかベンチャーリンクさんみたいな、ね、あの大事故は起きないんじゃないかなと思ってるんですけど、もちろん、ね、気を引き締めて頑張っていきたいと思うんですが、だからもうそんな僕そんなフランチャイズファクトリーなんてそんなこと100発100中なんかできないし、そんな工場みたいに作れないしね、当たるビジネスなんてなかなかないんです、なんでいろいろ紹介して当たるのもあれば当たらないのもありますよ、どうしますかっていう、皆さん自分で考えてくださいねっていうスタンスなんでね、このチャンネルは、うん、はい、はい、いやけどこれすごいめちゃくちゃ楽しみ、これ面白いと思うんで読みます、お貸ししますんで、はいはい、それを読んだ上で質問とかいただければ、ね、はい、はい、いいですね、これで、まあ、どうなんでしょうね、株式会社 FC チャンネルもなんすか、上場した方がいいんですか、僕はこの会社は上場はあのするっていう、開発さんがしたいんだったらっていうね、全然しなくていいんだけどね、どうする、皆さんコメント欄に、ね、コメントください、フランチャイズ本部っていうわけじゃないからね、うん、いやだってそのね、まあ、5億ぐらいは行くでしょうって僕は言いましたけど、うん、まあ、楽天公開した時5億だからね、あ、そうなんですね、うんうん、まあ、よく言われるのが、まあ、2、3億利益出てればね、上場に出るんですけど、でもそんなのは多分ワンチャン1期目とか2期目でいっちゃうんじゃないかなぐらいの勢いですからね、まあ、そうね、だから5億売り上げたら 2、うん、2億3億利益が出るのは、ね、出るだからね、うん、まあ、ぶっちゃけ支出は3円と3分ぐらいしかないからね、本当ね、うん、だからまあいけるのかな、どうなんだろうね、みんな上場を狙ってほしい、うん、けどそうするとなんか上場を狙ってるとなんかさ、チャンネルのトーク内容とかもなんか制限されるんじゃないの、元からそういうもんですって、それでいいですかっていうふうにいかないと ね、いやー、利益額的にはいけると思います、でもね、まあ、あとね、うん、上場するとか言うとね、変なのが寄ってくるんでね、あ、そうなんですね、これややこしいんですね、こう上場にこう上場を吸っていく人たちがいるんで、あ、なるほどね、別に全然このままでもいいし、どっちでも大丈夫です、僕は。 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今 FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで。